ここでは第13章ブレイクスルー時制の1と和法について扱いますが、この動画ではですね、時制の1、ここまでいきたいと思います。時制といったら、動詞がセットですよね、関係しますよね。はい、つまり今日はこの動詞の時間についてちょっと考えていこうという話です。具体的にこの384ページを使って見ていきましょう。はい、例文がありますが、まずちょっと下のこの、四角の中からいきましょうか。 He said that he's busy、はい、彼は言います、忙しいと言いますですね。さあ、そうすると彼が今喋ってるのはいつかというと said ですから現在ですよね。今と書いておきましょう。そして忙しいって言ってるこの忙しいのはいつかというと、これも現在形ですから今ですよね。というふうに、現在の時点で現在忙しいんだという時には、当然両方とも現在形を用いればいいわけです。はい、じゃあ例文戻ると、 He said that he was busy、はい、これも同じく彼は言いました、忙しいと、はい、そうすると、これ日本語を見ると忙しいだから is かなと思うかもしれないけど、彼は言ったんですね、過去ですよね。じゃあいつ忙しいのかっていうと、この言った話をした時点だから忙しいんだよねって3日前にそう言ったのかもしれないよね。ということは当然この喋った時に忙しかったんでしょ。だから過去形なんです。だから日本語のこの意に引きずられないようにしっかりとどっちも過去形に揃えましょうよと、これが時制の一致というふうに言ったりします。はい、そして気をつけたいのはこの注意のところ見ておきましょう。例えば、He said that he will go to the concert with her というふうに、現在の時、こうやって He will というふうに現在形、ごめんなさい、未来形の will を使ってますが、過去形で言う場合ですね、He said、彼が言った、過去の時点でね。そして、この過去の時点でこれから行くぜっていうふうに、コンサートに行くぜって言った時、未来形を使いたいんですが、will を使うと、現在から見た未来になりますよね。じゃなくて、過去から見た未来を言いたい時には、当然 will の過去形の would を使いましょう。そのように助動詞を用いる場合は助動詞を過去形にしてください。はい、それでは、下の例文に行きたいんですが、またこれも右の解説からいきましょう。四角の中見ると、 He says that he heard from my sister in Los Angeles、 はい、はい、そうすると今度は彼は言います、喋ってるのは当然今ですよね。はい、そして、はい、He heard from my sisterお姉ちゃんがいるこのロサンゼルスですね。ロサンゼルスのお姉ちゃんから Hear from で頼りがある、連絡があるということですが、連絡があったのはいつかっていうと Hard だからこれ過去だよね。はい、そうすると今回は喋っているのは今現在ですね。はい、しかし今度は頼りがあったのは今、この喋っている時にドモって来たわけじゃなくて、もうすでにもらってるからハードっていう過去になってますよね。はい、ですから今度は時間がずれています。それはなぜかというと、それぞれ起きた時間が違うから、ね、ですから時間がずれてる時にはしっかりとその時間に合わせて書きましょうということです。はい、そしてじゃあこの例文に戻ると、 He said that he had heard from my sister in Los Angeles、 はい、今度は said が来てるわけだから、今度はここが過去ですよね。そして今度は He had heard、 さあ had プラス PP、 これ過去完了形ですよね。過去完了、すいません、過去完了形ですよね。はい、過去完了形が使われているということは、この過去形の時間よりもちょっと違ったよね。はい、数直線戻ります。こっち、彼は言いました、はい、過去のことです。はい、しかし今度ここで He heard from ってすると、その喋っていた当時の時に、ちょうど手紙をもらったことになるけど、この喋ったよりも前の日、ね、それよりも前の時にもらってる、すなわちこの過去完了形は大過去を表すわけですね。この過去よりも古い大過去を表します。はい、こんな風に時間がずれてる時はそれぞれの時間にのっとって書きましょうということです。だから一致させる時と、ね、こっちで一致させる時と、それぞれの時間に合わせて書こうやっていう、この2つの違いを今ここのねテキストで書いてますよ。はい、そしてですね、385ページの下です。
There's no rules without exceptions。 はい、ということで例外が出てきました。次のページで詳しく例外を紹介していますが、まずこの例文です。 My grandfather always said that honesty is the best policy。 まあ、正直は最善の策だっていうふうな、まあ、ことわざですね、これね。さあ、ことわざというのはどうですか？まあ、昔出来上がってそこまでの間に変化しますか？また正直っていうのはいいことですか？ずっといいことですよね。いや、100年前は逆にすげえ悪いことだったってことはないですよね。はい、というふうに、まあ、この2つの文、まあ、この文の中で My father, grandfather always said、 ここは過去になってますが、この後ろが現在形になっています。それはなぜかというと、昔から現在ずっと変わる、常に変わることのない、今も変わらない真理、ね、こんなのをちょっとかっこよく言うと、普遍の真理と言ったりしたりします。はい、こういうふうなことわざとか今も変わらないこと言葉の時には、ここは、時間に関わらずもう現在形を使ってください。時制の1の例外です。はい、次のページ詳しく載っています。はい、今言ったような一般的真理とか、格言、まあ、ことわざ、そういったものを使う時には現在形をそのまま使ってください。たとえそれが過去の時に話されたことであったとしても、ね、現在形です。そして次、現在も変わらない習慣を言うとき、例えば次、 He said that he jogs along the beach every morning。 彼は言いました、毎朝ジョギングしてるんだよ、ビーチを。これ今も続いてるから現在形なんですね。今も続いてるかどうかわからないときはもちろん He jogged っていうふうに過去形にしてもらっていいです。次、3番です。歴史上の事実、歴史上の事実ということは、例えば1945年に世界大戦があったっていうのは当然過去のことですよね。ですから過去形にしてください。はい、こちらごめんね、現在形ですね。はい、ですから The history teacher said that World War ended in 1945ね、というふうに第二次世界大戦1945年に終わったというふうに過去形にしてください。はい、もちろんこれ気をつけたいのは、歴史の先生が言った時と同じタイミングじゃなわけないよ ね。後日言ってるわけでしょ、時代が経った後ね。だから本当はここ波動エンディッドってしたいでしょ、時間的にずれてるから。なんだけど歴史的な事実は過去形のままで OK です、ね、ここ気をつけましょう。はい、そしてもう一つ目が仮定法の場合ですね。はい、仮定法の場合は、まあ、いわゆる時間が一回、もうそもそもずれてますよね。現在のことは過去、過去のことは過去完了。だからあれをそのまま乗っ取って、ということです。はい。ということで、ここまででした。それでは、チェック143番、4つあります。下線部を過去形にして全文を書き換えてください。例外の部分もしっかりと思い出しながらやってみましょう。また授業で確認をしたいと思います。Thank you for watching.